それでは勝野投手をサンドラオリジナルのプロフィールで振り返っていきましょう勝野さん今シーズンの成績数字の中でさらに自信になったものは何がありますか50試合ですねあ、やっぱりそうですか、はいはい、はい。リリーフになってピッチングスタイルの変化ってありましたかねまあ元々まとパワー系というか力で押すタイプなんでまあそれがしっかりできたかなと今シーズン特に良くなった球種はありますか 良くなったのは、まあでもストレートが一番だと思いますす、うん、そうですか、はい、ベストゲーム選んでもらいました、こちらです9月25日の対岸戦、なぜこのゲームを選びまましたかえーっと、まあ初セーブの試合であ、うん、あのまあ、すごい緊張したんですけど、抑えれたのではい、ツーアウト、一塁三塁までいきました、最後の1球はどんな気持ちで もう、はい、腕ちぎれてもいいっていぐらい、思いっきり振って。はい。ちょっと構えたところと、ちらほらき、いきましたけど。はい。あの、ビヨンって曲がってきました。<laughs> <laughs> あの後、はい、やったーじゃなくて、ちょっとほっとしたような顔でしたが。うん、あれ、どんな心境だったんですか。いや、もう、本当、あのー、やっと終わったっていう、もう。 喜びよりかホほっとした感じですね。そうなんですね、はい、ナンバーワンやらかし登板も選んでもらいました、こちら、5月3日のタイガー戦、やっぱ、はい今年1年間、フォアボールが課題になったんですけど、まあそれですね、はい、フォアボールで,でタイム打たれてっていう、悪い流れですね、はい、打たれた後の切り替えっていうのは、どのようにしてたんですかあこの試合は ちょっとなかなか切り替えれなかったですね。うん、あ,あ、そうなんですね。はい、我々サンドラが選びましたハイライトシーンはここではないか。年俸倍増を契約公開交渉後の会見で見せた表情 VTR があります。今年は推定年俸2100万円アップの4000万円でサインです。まあ今年一年間はい、まあの評価をしていただいて。 って感じです。<laughs> どんな気持ちでした <laughs>、はい。いや、これ、あれですね。金額っていうよりかは、<laughs> ちょっと。 ななななんんててて言っっったらいいいいいいいののか感じじででですすす戸惑そういう表情ねねここととゃ、ね、<laughs> 自分の能力をチャートで選んでいただきましたさまざまな項目ありますがこちらです。 えコミュニケーション能力0<え>面白さ0メンタル休息が4の頭脳5ということで<ー>ちょっと聞いていきましょうコミュニケーション能力0これはどういうことですかああんまり自分から、あのー 初めて会う人とかに喋りに行ったりもしないですし、まあさっきの契約交換もそうですけど、はい、ああ聞かれても何と答えればいいのかなみたいなそういうことなんですね。はい、え小耳に挟んだんですが、今年になってようやく自分から話しかけられるようになったチームメイトもいらっしゃるんですね。<え>そうですね。まあソブさんとかはい、そうですね。なかなか自分からそんなにいかなかったですけど、中継ぎになってイケイケソブ選手とやっと <laughs> イケイケと取れるようになった。<laughs> はい。まあそういう。 感覚です自分の中では。そうなんですね。え,ー、え面白さゼロというのは？<laughs> いや面白くないです別に。図の五ということでこれはリリーフになって、はい、対戦相手のデータの見方が変わったらしいですね。そうですねあのー、なかなかこうデータを覚えるのが苦手で、でもまあ短いイニングなんでしっかりデータとか頭に入れてその中でこう自分の持ち玉と照らし合わせてやることはできたので。 まあ5にした記憶はちょっと覚えてないですけどそうなんですね急、はい、速あと1点足りないこれはストレートもっとどうしたい、えー、平均急速上げてあ、はい、まあマックスもですけどああ平均急速をもう少し上げたいなというところでです、はい、平均急速はどれぐらいにしたいんですかまあ平均を、まああのーまあ、8割ぐらいいで投げてて超えるっていう ふうにしたいなとそれが理想なんですね、はい、メンタル4になりましたこれはリリーフになって心のかん持ち方も変わってきたんでしょうかそうですね切り替えの仕方だったりとかそういうのもまあやられた時次絶対やり返すぞっていう感じでやれたのでまあ4にしてきましたわかりましたプライベート編迫っていきましょう子供の頃の夢はプロ野球選手誰に憧れていましたかわあ誰だったかな でもあれですねちっちゃい頃立浪さんのバッティング手袋を買ってもらったとか<っ>そういうのありますそうなんですねわ、はい、かりました今日はある場所に中継が出ています三山アナウンサーお願いします勝野投手ゆかりのユニホームでゆかりの場所に来ていますはいショートー <laughs> あごめん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 。し勝野投手ど,どこに来ているかわかりますよね勝野さんどこでしょう ギ、えー、フトのリトルのグラウンドですかね大正解じゃあみんな野球下手なお兄ちゃんのところに全員集合おい,でおいでお元気今日は小学56年生が遠征だということで4年生以下の子ども達が集まってくれましたそしてこの白と紺のユニホームは勝野投手がドラゴンズ入団した時に贈呈したものだということなんですがああ、えー、勝野投手、はい、どんな思いからだったんですか まあ、お世話になったので、まあ、野球始めるきっかけだったのであの、はい、お礼ということで、はいはい、へえ素敵素でした<敵>そんな勝野投手に質問ある人あ<ー>お元気がいい<気>じゃあまず質問どうぞ中日ドラゴおっ勝野さんはいまあいっぱい練習してね、はい、あの厳しいと。 思うけど、はい、たくさん練習して。まあ、いっぱい食べて、いっぱい寝て、体を大きくして、はい、頑張ってください。ありがとうございます。はい、続いて。勝野選手、変化球を教えてください。お、変化球ど。どんな変化球を教えてほしいの?。全部。教えてください。全部。<laughs> し <laughs> じゃあ、勝野さん、フォークどんな感じで投げてるのか、教えてください。はい、フォークは。 まあベース板を狙ってて、うん、でまあ投げ方はまあちょっとこうひねる感じかなお<ー>ひねりながらこうやって落としたいっていうイメージで投げてますありがとうございました分かったのかな <laughs> 続いてどうぞ、うん、勝野選手は小学生の頃何の授業が好きでしたか<お>小学校の頃は体育が だったかな。はい。ちなみに好きな教科は？体育です。おお、そうなんだ。頑張って頑張ってください。続いてどうすればたくさんご飯を食べれるようになりますか？難しいな。うん。まあ気合でいっぱい食べる。気合。もう頑張ってお腹いっぱいでもはい食べるだけです。 難しい。気合だって。ありがとうございます。<laughs> <laughs> ちょっと気合足りなかったみたいだけど頑張ってありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。当のリトルーリーグの皆さんでした、はい。後輩たちたくさんいらっしゃいましたけどどうでしたか。はいなんかまあ元気そうだし、うん、はいなんかまたたまには顔を見せに行きたいなと。<laughs> そうですかプライベート行きましょう、今やりたいことは、あオフですもんね、ゴルフ、そして好きな食べ物が、お肉ということで、こちらをご用意しました、勝野投手にはサプライズ、サンドラ特設パッティングコース、<laughs> チャンスは3球、見事カップインしたら、高級和牛をプレゼントします。勝 <laughs> さん意気込みははい,いや絶対入りますいし投手の腕前は この後、チャレンジしてもらいます目指せ高級和牛パッティングチャレンジー1 <laughs> 0ルのパッティングに挑戦していただきますチャンスは3球です和尾さん、はい、ゴルフのベストスコアは108です<ー><ー>パッティングはパッティングはクソ下手クソです <laughs> 自信のほどはどうでしょうナイスないですかこれちょっと私も練習したんですがはい15フィートぐらいあるめちゃくちゃ速いですこれヒントですヒント行きましょうでは、和野さん一球目10メートルバーディーパットだと思ってサードだおーだいぶストレああおーすごいすごいすうわっいすごい今後ちょとあんの ここ、何スライスライン、めちゃめちゃ曲がった、すごかったですね、今、うわ CBC の社屋、曲がってます、すごい、ちょっと10メートル遠いですもんね、遠いすね5メートルでいきましょうか、見えましたね、でもいや、もう、春日さん、これ、ほとんど入るんじゃないいや、高級和牛、では、2球目いきましょう、どうぞ、感覚つかめましたね。 あ、いい感じだと思います、そこから伸びますよ、ここのグリーンはそこから伸びる、さあ、カットアンます惜しい、このグリーン、波打ってますね、2メートルでいこう、もうこれで、加藤さん、加藤さん、これでもう、お肉持ってってください、これで、これで決まるでしょう、もう、もう読んでる、もうこのグリーン、読んでる、読んでる、さあ、どうだ、そのまま、すごい、い、 残念、えー、いかがでしたか、今の心境は。続いて、ドラゴンズの1週間です。<laughs> それではプロフィールに戻りましょう、ドラゴンズ選手のここが好き、ここは直してほしいということで、あら、清水達也投手の面白いところが好き、清水投手とよくコミュニケーション取ってるんですね。そうですすね、ロッカーも隣ですし まあ基本ずっと一緒にいますね。あそうですか。コミュ力ゼロでしたが。清水さんとは仲いいみたい。ね、そして。直してほしい人はいません<お>ということです。んそんなにみんなと接点ありませんからね。<laughs> <laughs> あえて言うと、誰のどんなことを直してほしいああ。あえて言うなら。まあ達也の鼻をほじる癖を。<laughs> そうなんですね。はい 続いて仲いいて奥様いらっしゃいますご家族いらっしゃるんですが理想のタイプはあ好きになった人がタイプ作ってほしい手料理はおいしければ何でも今のところ奥様の手料理で一番好きなものは何でしょう鶏肉のネギソース<あ>ーいいです今年からリリーフになりましたが自宅で過ごす時間などに変化ありましたいやめちゃくちゃ減りましたね。<あ>はい、そうですか 遠征も帯同するということではい手料理恋しくなりますね、うん、そうですねなんか食べたいなって家で食べたいなって思う頻度が増えました、うん、そうですかドラゴンズで付き合うなら誰もう大好きみたいです <laughs> これについて清水投手からコメントをいただいています残念ながら片思いです <laughs> それは申し訳ないですけど いいろろと怒られそうで怖いです、はい、勘弁してほしいです、<laughs> どういいうとこでで怒られそうですかいやなんか、引かないので、あの人は、意見付き通すので、はい、僕ばっかり負けてそうで、はい、仲の良い友達でいいです、はい、やっぱり、勝野さんの扱いが一番うまいのが僕だからかなと思ってますね、はい、あいもう、はい、もうコロコロっ手のひらで、はい、転がしてます。 はい、こんな感じでしたけど。はい、いつもこういう感じですね、こいつは。そうですか。はあ、い、普段は鼻ほじりながら言ってるんですよね。<laughs> そうそう